潰されたらただ体がビーってなるんじゃなくて、この一本足で相手を立たせるようにするんだ。で、ちゃんとまだね、足出さなくていいから、自分の組み方の方で行ってね、つる、少しつって、こっちに引っ張って、そう、受ける方の人はこうやってちゃんと引っ張られたら、自分がビニャッ、腰からビニャッと曲がんないでね、ちゃんとこの一本足の上にこの頭が来るように、崩す方の人はこの頭が今こうやって三角の上に乗ってるんだろう、こうなって、それをこっちの片側の三角の角の上にこの頭を乗っけるようにする。分かる？そのためには横に引けっていうだけだと体って回っちゃうんです。曲げないようにする。ここはビニャってならないですよ。曲げないようにすると、ここ一本のね、頭から足ね、これ一本の棒にしておいて、それをまっすぐ突っ立たしておいて、それをギューッて横に入れる。わかる？ここを押したりすると相手回っちゃうから、ギュッギュッ、この一本足の上に取る、ね、ギュッギュッと崩すんだ。ギュッ、だんだんこういう風にできる。だんだんとこの角を取って持ってくる。上上げながら角を、はじめはまず突っ立たして、もうギュッとならないまっすぐ引いて伸ばす。伸ばしておいて、この手をね、両手をこの左組みだったら、ね、右手の方に戻す。1、2、3、4、ね、右組みだったらいいかとだ、ね、右に組み、右自然体、こうなってたらダメだ。このまんまの状態で上に突っつけ、それをピンとなるぞ。こう頭と足が一つになるようにしといて、1、戻す、2、3、できるようになってきたら4、ここまで、このカクカクのこの角を取って、4、ここに直接頭を端の上で、はい、今の2人で組んでやってください。立ってる方はちゃんと協力してる。今この状態で上にやって、上にやってから、この曲がってるのをピンと伸ばす。伸ばしてから効いてねえな、全然。伸ばすんだよ、上にまずピンって伸ばしてから横にずらすの。丁寧にだよっつってんだよ。何を聞いてたん、ここまで来て。上につってね、この線をピンとさせる、ふにゃってなってるのピンとさせる、それで横にずらす。まだね、受けはビニャビニャしないんだよ。この状態で引っ張られたらこういう状態、戻されたらこういう状態になるわ。そしてつって戻す。2、この状態だよ。わかる？はい、あともう一個ね、もうやったんだろうと。これはい、したらね、今度後ろの奥をちょっとね、ね、持ってね、わかる？この状態でいつまたね、ね、1、2、3、やーい、ダメで下、しっかり上がり、ちょっとやって本当だ。